地上デジタル放送用のミニサテ局ミニソテライト局、極微小電力テレビジョン放送局、通称ミニサテ局は、日本の地上アナログテレビ放送において UHF 派で、かつ、空中線電力の映像出力が100メートル W 以下の中継局を指す。また、日本の地上デジタルテレビ放送においては、放送事業者が開設する空中線電力50メートル W 以下の 中継局を指す。アナログのミニサテ局は1975年12月1日に制度化されたもので、親局や周辺の中継局の電波が受信しにくい集落等でもテレビ放送が見られるよう放送事業者が設置していた。NHK 単独で設置されたり、NHK と民放で共同設置された。自治体が費用を負担するケースも見られた。また、 全テレビ局が中継局を設置している周辺局と一部放送局が中継局を設置していない周辺局があるケースが時折見られた。地上デジタル放送への移行に際し、全国地上デジタル放送推進協議会が2005年12月1日に初めて公表した中継局ロードマップにおいて、ほとんどのミニサテ局は検討中、または地局とされていた。 最終的な対応として、アナログのミニサテ局設置場所にそのままデジタルのミニサテ局が設置されたケースが多いが、親局、周辺中継局が受信できるとして、廃局されたケース、ケーブルテレビで受信することとして、廃局されたケース、協調新設によりカバーするとして、廃局されたケースがある。また、アナログ放送では、親局や他中継局の電波を受信していたものの、 デジタル放送では受信困難となった地区において新たにミニサテ局を設置したケースもある。珍しい例としてはアナログの小規模局だった旧防鶴川中継局の放送区域について NHK はそのままデジタル化したが近畿広域民放4社はミニサテ3局によりカバーし、後に琵琶湖放送も同様の手法でカバーしたケースと表示。 アナログのミニサテ局だった大津比叡平中継局の放送区域について一旦はデジタルのミニサテ局を遅局したものの後に開局した京都中継局でカバーされることが判明したためアナログ定派前に廃止したケースがある。ありがとうございます。